続いて、梅雨の出水期を前に、2017年の九州豪雨以来被害を受けている福岡県南のエリアについて、服部知事らが復旧事業の進捗状況を視察しました。視察が行われたのは、朝倉市や東宝村、それに久留米市といったこの5年間の大雨で被災した7カ所で、服部知事と秋田商事県議会議長らが各地の農地や河川の復旧状況を確認して回りました。

去年の大雨では近くの立ち洗い川から流れ出た水が胸の高さまで達し、ポンプを操作する配電盤を高い位置に設置し直すなどの対策が取られたということです。服部知事は復旧・復興は一歩ずつ着実に進んでいると実感できたが、これからさらに復興の歩みを進めないといけないと気持ちを引き締めていました。